できました。綺麗だね。オッケー、ついにすごい製品がやってきました。ついに来ました。うちのキャンピングカーはソーラーパネルをつけてなかったんですけど、今回このソーラーパネルをついにつけようと思います。そうだね、走行中は走行充電ができるようにはしてたんだけど、ソーラーパネルはつけてなかったんだよね。でも発電量が少ないし、ちょっと移動したらすぐに充電たまるからいいかなと思ってたんだけど、これからの季節スキーシーズンになるとさ、スキー場で何泊かした時に電気がなくなっちゃうっていうのが困るんで、ちょっとソーラーパネルを乗っけてみたいなと。今まで、なんていうんだ、折りたたみ式のソーラーパネルは何枚か持ってるんだけど、なかなか設置が難しいんだよね。そうだね。すごい大きくてさ、重いから、固定ができないと、置いてどっかスキーに行くとか、山歩きに行くっていうのが怖くて、風で飛ばされたりさ、隣の車傷つけたりしたら怖いんで、ね、キャンプ場とかだったら使えるんだけど、その、いないところだとちょっと怖くて、使いづらかったんだけど、ついにボージ RV っていうところからすごいソーラーパネルを提供してもらったんで、ちょっと早速つけていこうと思います。はい、はい、開けてみるか。で今回のこのボージ RV のがフレキシブルなんだよね。なんかこの薄い感じの、そうそう、こんな感じでフレキシブルです。これ今回で軽い、重さも3キロちょっとしかなくてすごい軽くて、結構すごいね。すごいな、ふにゃふにゃだもんな、これすごくない？そんなのもあるんだね。ね、すごい。でよくあるのが単結晶シリコンだと思うんですけど、それがまあ硬くてあんま曲げれなくて折りたたみ式になってると思うんだよね。でもこれはもうふにゃふにゃフレキシブルで360度こう折れるっていうのが特徴で、で経年劣化が少ないみたいで、このフレキシブルのソーラーパネルが CIGS っていう素材みたいで、CIGS っていうのが銅、C、あ、だから C が銅だね、カッパー、インジウム、ガリウム、セレンの4つの元素を原料にした半導体のソーラーパネルになってるみたい。で今回これにした決め手がやっぱフレキシブルっていうところが大きくて、フレキシブルじゃないさ、あのソーラーパネルだとフレーム組まないとダメでしょ。ああ、そうだね。で、キャンピングカーの上にフレーム組むの結構うちの車だと大変で、もう一個のボンゴとかハイエースとかだとさ、上にキャリアつけれるじゃん。で、そのキャリアにフレーム組んでつけちゃえばいいから、まあ比較的やりやすいんだけど、うちのキャンピングカーの屋根は何もついてないからさ。そうだね。なんでこういうもうペタッと貼れるのが良くて、でこれの何がすごいって裏に接着剤がついてんの、これが接着剤になってるんだけど、接着シールか、なんでもこれを剥がしてもペタッて貼るだけ。でフレキシブルだからいろんな角度のところに凹凸があってもつけれるから、うち上にちょっと凹凸があるじゃん。そうだね、なんですごい使いやすそうだなっていうのでこれにしました、はい、もうペタッて貼るだけでいいっていうのがだいぶ簡単ででかい。いいよね。いいね、このボージ RV のフレキシブルの CIGS タイプのソーラーパネルなんだけど、種類何種類か出てて、容量がまあ 100W と 200W、でうちはこれテープ接着剤で留めれるタイプにしてるんだけど、穴が開いてる、こういうここに穴が開いてて引っ掛けるようにするのもついてる。でそういうのだったらあのフレーム組んでそこの穴使ってボルトで固定とか、なんかどっかにぶら下げるとか、そういう使い方もできる。なるほど、でこれの重さが 3.8kg、 3.83kg かな、テープが。で穴開けの方は 2.7kg でだいぶ軽いみたい。で 100W になったらさらに軽くて、 100W で一番軽いのは 1.5kg からあるみたい。めちゃくちゃ軽い。じゃあこれは 200W のテープだから 3.8kg、それでもだいぶ軽いよね。軽い。で 200W 出るんで、使用でいくと最大出力が 200W で、電圧 24V で、開放電圧が 30.4V で、最大動作電流が 8.52A。 あ、なんで結構あれだね、電圧が高いね。 24V でしょ、で開放電圧が 30V なんで結構電圧が高いのが特徴です。でなんで、もしこれをポータブル電源でね使う場合は、ポータブル電源のソーラー入力の電圧は見とかないとダメ。
それじゃあちょっと早速動作確認してもう車につけちゃおうかな。うん、はい。で、口は MC4 だね。うん、うん、でこれを自分の持ってるポータブルバッテリーとかの線とつなぐと、変換するコードがあって MC4 からアンダーソンとかさ、うん、XT60 とかに変える線があるんで、それを準備すると。はい、ここに仕様が書いてあるね。 200W でパワー 24V、最大電流 8.52A で開放電圧が 30.4V と書いてます。で使用温度がマイナス40度から85度、まあ、マイナス40度でも大丈夫ですよ。だけど充電側がリチウムイオンバッテリーだと0度ぐらいからしかできないんで注意が必要です。まあ、鉛のバッテリーなら大丈夫だね。で今回ソーラーパネルと一緒にフォート1500っていうボージャ RV のポータブルバッテリーも提供していただいたんで、ちょっとこれで実際どれぐらい充電できるか見てみます。はい、詳しくは後でもうちょっと紹介したいと思います。はい、これについてる、うん、ポータブルバッテリーについてる線です、うん、はい、アンダーソンかな。はい、とで、うん、でここにつなぎます。はい、 OK。 あ、もう充電してるじゃん。あ、すごいよ、 150W 出てるじゃん。おー、すごいね。すごいね。いい感じです。いいね。こんな適当に置いてるだけです。いいじゃん、いいじゃん、問題ない ね。 いいね。早速屋根につけようかな。うん、では車の屋根に持ってきます。はい、いいな、こうやって巻いて持っていけるしね。え、まあ、こんなんだよよし、こう、はい。さあ、さっき掃除した屋根です。はい、まあまあ綺麗になってる。綺麗だよね、うん、全然掃除しない割にはどうとで、どこに貼るかというと、う、線をどっから入れるかだよね。穴開けたくないからさ、車に。後ろだよね、後ろの窓、あれから入れるか、後ろのドアの下から。そうだね、がいいよね、うん、そうしよう。だから線買い足さないとダメかもね。うん、うん、微妙なんだよな、これ。このさ、縁がさ、ボコって出てるじゃん。うん、ここの外にしたら、全面こうできんだけど、うん、こういう感じでね。ちょっとな、こんな感じになるのか。こうだとね。そうだね。うん、ちょっと心配だからこっちにこう入れたいんだよ。こうした方がいいんだよな。ちょっとマックスワンにかぶっちゃうねえ、うん、まあいいか、そんくらいかぶっても、うん、なんかこれダイオードがさ48個ついてるから、うん、ちょっと影ができても大丈夫なんじゃないかなと、うん、一応洗ったけど綺麗だな。あれ、どっちだ、こっちか、ひっつくの。あ、そうそうそう、まあ、全体拭いとくか、うん、このパーツクリーナーで油膜を落とす。はい、オッケー。あのマックスファン上に上げるというか、うん、オンにした、オープンしたら影もなくなった。なくなったね。いいじゃん、どうせ止まってる時メインじゃん。そうだね、動いてる時は走行充電できるから、うん、止まってる時はマックスファン上げること多いから。そうだね、いいね。でこれで貼っていくか。はい、はい、じゃあ貼ってきますよ。はい、すごいからな、これどうやって貼ってったらいいんだろうね。まずここで端っこから合わせるんでしょ、やっぱり、うん、すごいぞこれ。まっすぐも合わせないといけないからさ、うん、うわ、すげえな、これめちゃくちゃ強いぞ。 OK、 まず OK。 で次どうしたらいいんだろう、これこっちから上げて全部取らないとさ、これそうだよね。はい、はい、ゆっくりね、ちゃんと合わせながらね。ちょっとずつこう曲げながら、そうそう、下の方から
携帯のあの画面を貼るように容量だね、うん、容量と一緒 で、うん、でこういう感じで、完璧です。いいんじゃない？うん、いい感じです。貼れました。いいね、すごいいいよ。うん、もう一枚欲しくなるね、こっち側にね。そしたら400ワットになる。おお、すごいね。ソーラー全くついてんの分かんないな、これだと。わあ、いいね。全く出っ張りなしです。いいじゃん。はい、完成。とりあえずね。なんか線が出てあれだね。まあそうなんだけど、車に穴も加工もしないでつけれるっていうのがやっぱ一番の魅力でしょ。うん、うん、でもうほんと紙貼ってるようなもんだからさ、ペラペラの。そうだよね、うん、だから空気抵抗もないし、うん、あの風切り音も全く多分しないと思うし、うんうんうん、でうちのキャンピングカー後ろにこういう大きな扉があるからさ、そうだね、ガバッと開けれて光線入れれるけど、で上から入れちゃうとね、そこから水が入っちゃうから、もうちょっと下からこう水を一回垂らして入れるようにしないとダメなんだけど、うんうん、ちょっと今長さ線が足りないから、うん、こういう感じにしたけど、本来はこの下にここにこう来て、ここからこう来て、ここ通して下から入れる。なるほど、うん、あ、じゃないとね。そうそうそう、ここから水が結構入るんだ。うん、うん、そんな感じです。はい、でもハイエースとかあのワンボックスでも穴開けずに後ろのドアから入れれるから、うん、ですごいじゃん。上ほんとわかんないじゃん。全くわかんないでしょ。横から見ても全くわかんない。これなら出っ張りもないから雪かきもできるわけだし、うちの場合、うん、雪が結構積もるからさ、あ、フレーム組んじゃうとその間に雪が張っちゃうから。そうだね、うん、これならそのままガサッと落とせるから、うんうん、とりあえず中に今蓋で入れてんだけど、すごいぜ。もう今何時？ 4 時？結構日が陰ってるんだよね。そうそう、日が12月のさ、もう冬至に近い、冬至に近い時でこんだけもう太陽が横向いてんのに35ワット。すごいよ。すごいね。これは。うん。へぇー。この時間でも発電できるんだ。そうそうそう。無事着きました。無事着きました。はい。はい、さあでは、ボージュ RV の、ポータブル電源を説明をします。はい、このボージュ RV っていうのが車関係、車載のポータブルバッテリーとかソーラーパネルとか、うん、その他にも冷蔵庫とかもいろいろやってて、うんうん、結構いろんなもんがあるの面白いので、ぜひホームページも見てみてほしいんですけど、うん、まあ、今回ご提供いただいたのがソーラーパネルと一緒にこのポータブルバッテリー、ポータブル電源ですね。はい、うん、フォート1500っていうモデルになります。はい、簡単に説明していきます。まず仕様が、重さが18キロ。おお、うん、まあまあ重いんだけど、うん、容量がねすごい大きいから、容量の割にはだいぶコンパクトで、形もなんかすっきり小さいね。うんうんうん、うん、でサイズが32センチ22センチ高さが34センチはい、うん、で容量がすごくて1456ワットアワーです。おー、うん、1500ワットアワー近いからかなり大きなポータブルバッテリーです、うん、何よりも出力がすごくて、うん、出力が最大2200ワット出るの、うん、
で、2200ワット出るっていうのがやっぱポイントで、うん、1000ワットアワー以上の容量のあるポータブルバッテリーの場合、やっぱおすすめは出力が2000ワットぐらい出るものがいいかなと、うん、っていうのが僕らがポータブルバッテリーをおすすめするときに一つのポイントが、まず容量によっても結構変わってくるんですけど、うん、まあ、容量が1500ワットアワーぐらいあるようなバッテリー、うんうん、バッテリー容量が大きいポータブルバッテリーの場合は最大出力がやっぱり1500ワットぐらいはあった方がいい。1500ワット以上あると電子レンジが動かせるんだよね、うんうんうん、それが結構大きいんで、うん、1500ワット以上出るかどうかっていうのがまず一つのポイントかなと思います、はい、でさらに2000ワット超えてくるとケトルと電磁調理器とか、うん、なんか2つの作業を同時にできる、うんうんうん、ご飯の時にね、そうだね、それは結構助かるよね。結構炊飯器使いながら何かっていうのが結構多いかな。そうだよね、そうそう、炊飯器が2、300ワット出て、うんうん、それプラスケトルでも1200ワット出たりするんで、うん、それだと1500ワットいくし、うん、で強めの電磁調理器使ったら1000ワット以上出て、うん、そうするとね容量が足りなくなるんで、うん、やっぱり1500ワットで、できれば2000ワット以上出るといろいろ利便性がいいです。はい、じゃあ電源入れてみます。はい、でじゃあ AC ボタン、 AC ボタン長押し、はい、あーで出ますね。で AC が最大2200ワットまで使います。これで純制限波です。はい、はい、次その隣が、DC のインプット、 PV のインプット、これはそれぞれ充電の時に使うポートだね、うん、DC であったり PV ってこれソーラーパネル、はい、DC は何で使うんだろうね。これちょっと後で出てくるかな。あで12から45ボルトの8アンペア、多分車のシガーからもこれだったり、うん、でこのタイプのソーラーもあると思うんでそれでも対応してると思う。はい、で PV の入力は、ソーラーパネルとかで12から45ボルト最大12アンペアで400ワットまでです、はい、あでこっちは200ワットまでで、次隣 USB、 USB、 はい、長押し、はい、切りました。あで USB-C が60ワットのが一つポートが、で USB の QC3.0、 うん、 USB-A だね、うん、でそれがマックス18ワットUSB-A がマックス12ワット、下2つが12ワットだね。はい。うん、OK。で、その隣が DC の出力。で、そこが下が14ボルトの10アンペア、最大140ワット。で、あとこの DC の5521かな、これ多分。だよね、5521のポートも2つついてます。はい。前はその、あとライトか。ライトはどこだ、ライトどこだ、あそこか、長押しかな、はい、で一回押し、お、あ色も変わる、すごい、いいね、暖色が一個あった、暖色もあるんだ、うん、それは助かるね。で横は、横は、うん、うん、横がここか、 XT90 のポートがついてて、まあ、AC の入力だって、ここが。で、最大 378W での充電が可能。なんで、急速充電はできないけど、378W で充電ができますよと。はい。そういう感じです。で、背面は何もなくて、うん、なんか前と横だけだ。前と横の2面。基本全部もう前でできるタイプです。では次、付属品いきましょう。こんな感じで。はい。はい、あとこれね。MC4 とでこっちがアンダーソン、はい、こういう感じです。で次が、はい、これちょっと待って、ここでいいか、うん、はい、次がこちら、あシガーだね、こちらシガーです。シガーがここに挿すインプット、インプット、うん、で次はこれと、あそうだね、これは外付けなんだよね、はい、この AC アダプターが外付けのタイプで、それ用のコンセントをここに挿して、これを家庭用コンセント挿して、このこっちが XT90 が横側に挿すと、こっち側ですね、はい、あやっぱりこれが結構大きいんで、うんうん、なんでこれがこんなコンパクトなんだね、そうそうそう、こっち側が、そうそうそう、ね、これがめちゃくちゃコンパクトじゃん、そうそう、うん、でこれ両方とも安心の PSE マークついてるんで安心です、はい、はい、あとちょっと大事なところを言い忘れてたんですけど、これバッテリーはリン酸鉄リチウムイオン、はい、なんで
充放電回数が3500回以上なんで、うん、もう10年ぐらいは余裕で使いますよっていうタイプのバッテリーになってて、でリン酸鉄リチウムイオンなんで安全性も高いというところで安心して使います、はい、うん、でまあね多くは使ってるからよく見ると思うんでね、うんうん、このボージャー RV って、うんうんうん、いろんな製品作ってるから、うんうん、まあそういうところも安心かなと、でサポートもしっかりしてるんで安心感はあるかなと思います。はい、はい、ちょっとこれが本当に2000ワットとか出るのかっていうのが気になるんでちょっとやってみます。はい、うん、ケトルだね、うんうん、1200ワットのケトルをまず挿して、うん、はい、じゃあケトルだけちょっとまず動かしてみるか。はい、はい、ゴー、うん、あれ、うん、あ、AC 入ってる、入ってないなAC をオン、はい、で、オン、あ、1200ワットのケトルの出力に対して1240ぐらい、まあ、効率は割といいね、うんうん、よし、ちょっと次はじゃあまずこのヒーター400ワット、800ワットがあるはず、うん、800ワット、はい、あ、多分840ぐらい出るのかな、そうだよね、でケトルをオンするか、そしたら2000ワット超えると思う。おお、あ、出力によってファンのスピードも変わるんだね、うん、うん、あ、2000ワット余裕だね。そうだね。あ、いいね。いや、いいな。このサイズだよ。だってめちゃくちゃ小さいじゃん。うん、なあ、すごいな。結構いいよ。うん、いいね、コンパクトだもん。じゃあと充電ちょっと見ときましょう。はい。はい、ここに挿すと。だいたい充電は60ワットぐらいだね。そうだね、うん、60ワットぐらいで、うん、充電してます、はい、何分で充電残りとか出ないんだね、うんうん、まあでも 70% って今なってるんで、うん、